1989年ポーランド議会選挙は、ポーランド人民共和国の立法府である政務と新設されたセナトの議員を選出するため、1989年6月に行われた選挙である。1988年8月から始まった共産党政府の経済政策への抗議と、独立自主管理労働組合、連帯合法化を求めて行われた。 大規模ストライキに橋を発した政治的混乱を打開するため開かれた政府側と反政府派による円卓会議で合意された内容に沿って行われた選挙である。部分的な自由選挙であったが、選挙の結果、連帯系が自由選挙枠で圧勝した。そして選挙後の1989年9月7日、東ヨーロッパでは第二次世界大戦後初めてとなる。 非共産党政権が発足した。東欧民主化革命の火蓋を切った出来事でもあり、ポーランドの歴史においても共産党一党独裁国家から民主共和制国家に変わる転換点にもなった。円卓会議は1989年2月から始まり、4月5日に合意文書への調印がなされた。そして4月7日に国会で新選挙法が採択。 4月17日には、連帯が再合法化4月20日には、農民、連帯が再合法化された。円卓会議では、政治改革と社会経済政策、労働組合複数制の3部門に分かれて議論が進められ、合意にこぎつけた。ここでは、政治改革部門のうち、会員と上院の選挙制度に関連した部分について取り上げる。 現国会を引き継ぐ会員460議席のうち65%はポーランド統一労働者党とその衛生政党に事前配分。残る35%については自由選挙枠とする。なお次回選挙からは100%自由選挙を目指す。新設される上院100議席については100%自由選挙枠とする。大統領職を 新設1948年に結成された共産党時代の政権政党衛生政党。1939年に結成され、進歩的インテリア、手工業者、都市住民が中心となった。衛生政党。1949年11月にポーランド農民党と農民党左派が合併して結成された。1980年に発足した反政府、民主化運動組織。 選挙では1988年12月18日に知識人を中心として結成された独立自治労組連帯委員長移植市民委員会として候補者リストを提出出点共同通信社世界年間1989及び川原明著当中央の民主化の構造1989年革命と比較政治研究の新展開選挙の結果連帯系は 西部の自由選挙枠の全議席と、セナト100議席中99議席を獲得して、圧勝した。連帯市民委員会のリストから選出された議員は、6月23日に会合を開き、上下両院合同の院内会派、市民議会クラブを結成した。地下水道や、ハイトダイヤモンドなどの映画を作成した、映画監督のアンジェイ・ワイダも、スバウキ選挙区から、 連帯候補として出馬し、当選した。選挙後の7月19日に国民議会でヤルゼルスキ将軍が初代大統領に選出。8月24日に連帯顧問で経済学者のマゾビエツキが会員で首相に選出され、9月7日に連帯主導の政権が発足したことで、東欧諸国では初となる非共産党政権が成立した。こうして、 ポーランド人民共和国は消滅し、新たに、ポーランド共和国が成立した。河原明著、東中央の民主化の構造1989年革命と、比較政治研究の新展開103ページ、危機克服協定構想の登場、ポーランド資料センター編、ポーランド月報1989年6月号、6から7ページ、会合及び、上院の選挙の原則、 この中には、全国区で過半数の票を得られず、当選者が決まらなかった33議席も含まれている。登録有権者数と投票率は、列国議会同盟のポーランドパーレメンテリーチャンバー、セイ・ウエレクションスヘルドイン1989より、河原明著、党中央の民主化の構造1989年革命と、比較政治研究の新展開の125ページ。 表4から1、審議会の構成北西部のピア選挙区で当選したヘンリックス・ストクワサで、かつては PZPR に所属していたが1982年に連帯の活動家を支援したことを理由として同党を除名されていた。出典、与党上院で、議席ゼロポーランド第2回投票、連帯99議席 L 朝日新聞1989年6月20日付7面。 祝刷版1989年6月号917ページ。ポーランド新議員。辻金入り投資も映画監督も読売新聞1989年6月24日付4面。ありがとうございます。